はい、どうも、おじんです。今日の動画なんですけど、減量の時とかもそうだったんだけど、よくセブンのお惣菜系あるじゃないですか。あれめちゃめちゃ栄養成分も良くて、あとうまいんすよ。ってことで今日は僕がセブンで選ぶ和食4選紹介したいと思います。最近ね、白米と和食系煮物とかそういうものがすごい美味しく感じてるんですけど、ってことでまず一つ選んだのがこちら、食感よく炒めたきんぴらごぼう。でこれ何があって、栄養成分結構いいんだよね。タンパク質 1.9、 脂質 2.4、 炭水化物 16.1、 うち糖質が13.3、 低脂質、最高。それほど大したことは言っていませんよ最高っつったらシリがそれほど大したこと言ってませんよって反応してきた2つ目、じっくり煮詰めた7種具材の筑前煮。これマジうまいからね。コンビニクオリティじゃないんだよね、セブンって。マジで。タンパク質なんと 8.0、 脂質たったの 3.0、 炭水化物 23.2、 うち糖質が 19.6。 すんばらしいこれ。だからね、ローファットの時にね食べれちゃうんですよ。お米の量を調整して糖質さえ意識してれば。してこれはね、めちゃくちゃ美味しくて、ただ豚肉入ってるせいだと思うんだけど、脂質がちょっと高いのよ。オフの時は食べるけど、出汁が効いた北海道産男爵芋の肉じゃが、これや。タンパク質 9.2、 脂質 8.6、 炭水化物 26.6、 脂質じゃなくて糖質 23.7、 うん、ちょっとね、糖質と脂質が他の商品の2倍とか 2.5 倍近くなるんで、これに関しては減量中はちょっとあれなんだけど、めちゃくちゃうまい。そしてラストがこれ、ひじきの煮物超好きでね、6種具材のひじき煮。これマジ、これだけでね米ほんと2杯いける。タンパク質 3.2、 脂質 1.9、糖質 5.6。 もう減量中食べれちゃいます、これも。うまいんだ俺。じゃあちょっと一個一個皿に開けて食べていきます。本当にコンビニみたいなぐらい美味しい。セブンのさ、食べ物ってすごいよね。特にこういうものとか、金のパンだっけか、食パン。セブンのね、金の食パンと金のバターロールだっけ、あれめちゃくちゃうまいからね。なんか某有名な食パンで、なんか最近ね、いろんな有名な店舗出てて、某有名な店舗の食パンと食べ比べたら、で、有名な食パン屋のパンだから、ね、もうこっちの方がやっぱ上かなと思って、結構期待して食べたんだけど、なんとびっくりすることに、セブンのね、金のパンの方が、全然うまかったね。まあ、全然っつったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、うまかった。で、間違いかなと思って、その場で金のパンも焼いて食べ比べたんだけど、やっぱ金のパンの方が美味しかったんだよね。もちろん好み多少あると思うけどね。そしてこれ最後が、筑前煮。うわ、うまそう。これ袋のままね、レンチンできるっていう、最高だね。早速食べていきたいと思います。いただきます。まず肉じゃがからじゃあいっちゃおうかな。男爵芋がね売りっぽいから。これうん、みりんが効いててね、ちょうどいい甘さ。うまっ。じゃがいももすげえなんかホクホクな感じ。うん、さすが男爵芋。うまっ。また米に合うなこれ。ちゃんとね、人参も入って味染みてんだよこれ。うん、めっちゃ味染みてる。
いや次筑前煮いっちゃおうな。こちらの鶏肉入ってるからね、筑前煮。あ、うまい。味すっげー染みてる。これごぼうね、好きなんだけど、僕大人になってからちっちゃい頃嫌いだったけど、ごぼう見て、ゴロッと味の染みたごぼう。うめえな、マジでうめえ。で、これレンコンかな。味染みてんだよな、全部。どれも、どの具材にも。で、こんにゃく。たけのこだ、今の。うまっ。結構さ、レンコンとかごぼうとかって、意外になんか調理めんどくさいのと、スーパーで買うと意外に高いんだよね。で、こういうので、ね、食べたいなと思った時すぐ食べれるっていうのは結構ありがたいね。料理得意な人とかだったらいいかもしれないけど、ちょっと煮物ってさ、ジンズキッチンのレベルからするとちょっとハードル高いじゃん。ねえ、だこういうのすげえありがたい。しいたけうまい、味しみてる。めちゃめちゃ米が合うんだ。そしてひじき、ひじきを、最高すぎる。ひじきをね、米にのせて、これを、うまっ、ひじきに味が絶妙。中に入ってるひよこ豆って言ったらいいのかな、この豆。豆がうまいわ、これ。めちゃめちゃ米に合う。ひじきやばい。最後はこれ、きんぴら。きんぴらってね、昔母ちゃんがよく作っててね、お母さんのご飯で思い出残るってやっぱ煮物とかそういうのだよね、結局ね。僕もきんぴらがすげえ記憶に残ってんだよな。あー、きんぴらうまいわ。これごぼうが結構大きめの場合と、セブンのこういうの見て細かいのがあるんだけど、僕この細かい方が好みだな。うまい。これ味付けがね、すげえうまいね。絶対さ、工場でさ、主婦のおばちゃんが作ってる気がするんだよ。違うな。コンビニって感じじゃないんだよね、美味しくて。これうめえ。やっぱね、僕的に一番これ肉じゃがが一番と思いきやね、ひじき、これだな、一番。ひじきね、ぐん抜いてうまい、これ。なんだろう、好みの問題だとは思うんだけど、ひじき、これね、ぐん抜いてうまいわ。一人暮らしで、特に普段からちょっとね、ただ肉焼いて食べるだけとか、実家にいた時みたいな煮物とかね、食べれないとか、でも食べたいみたいな人は、マジでこれおすすめ、ほんとセブンの。このシリーズ。ひじき煮が1位。2位が肉じゃが。で、3、4がちょっとこうつつけたいな。同じレベルで3位か。まあ、筑前煮からのきんぴらごぼうかな。全部うまい。全部うまいけど、ひじき煮だけちょっと、ぐん抜いてうまいんで。ぜひちょっとね、ご飯、ちょっと手の込んだの食べてないって人は、
煮物これ食べてみてください。味も染みてて米も進むし、ただ一つだけ、和食って結構ねタンパク質が少ないのよ、魚とか出てこない限り。なんでプラスね、タンパク質しっかり別で取りながら食べるようにしてください。はい、タンパク質は大事、バンドはエイジ、77777軟骨。いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん、ふみや。自分に鳥肌立ったわ。